アンネンポルカ作品137は、ヨハン・シュトラウス一世が作曲したポルカフランセズ。正式名称は、ベリカアンネンポルカであり、お好みアンネンポルカ、疲れるアンネンポルカなどとも呼ばれる。オーストリア古豪、マリア,アンナ1842年に作曲され、同年のうちに初演された。アンナという名のすべての女性を称え、とりわけ、 オーストリア皇帝フェルディナント一世の皇后、マリアアンナの生命祝日を祝賀して演奏された。マリアアンナ皇后は、人々からとても愛された人物であり、現代の形容詞、ベリタはこの理由から付けられたものである。また、演奏上は、グラーツ家のアンネンザールだったと言われており、これも曲名に少なからず影響を与えていると思われる。なお、作曲者の妻の名も、 アンナであるが、この曲との関係はないと見られている。ちなみに、この曲から10年後の1852年には、息子、ヨハン・シュトラウス2世が、同米のアンネン・ポルカを作曲している。ウィーンフィルニューイヤーコンサートへの登場は、以下の通りである。ありがとうございます。